私たちはアミンチュを応援しています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。アミーチショーにおいでよ。ヤスノオスさんとあっち向いてホイしない？勝ったらガチャガチャ回せるよ。今週の土曜は大津駅前広場でミエラ大津1周年感謝祭にて11時から。来週の日曜は森山市で琵琶湖大橋近く伊豆保町のエクステリア展示場エグズ秋祭りにて。ギレンちゃんで来てね。あっち向いてほい、スルで右か左か二つに一つ、わしと同じ方向いたら負けやで。やつの王さんとあっち向いてほい。やつの王さん、ビアイチアンギャ2017面白傑作選。タイツブリも歩けば笑顔に当たる。それでは早速行ってみよう。あ、なんかバーベキューの匂いするな。あ、ほんまですね、バーベキューの、うん、もしかしてサプライズ用意してくれてんの？ちょっと僕そこまで気がつかんので、やろうとは思ってたけど。ほな、おにぎり買うてきてバーベキューの匂いでいこうか。あ、いいです。森林浴ならぬ。あんこちゃんもそういうのでええか。そう、匂いだけでご飯食べれるやつ。うん、お裾分けしてもその匂いの、はい。じゃあ、バーベキュー吸うこといきます。せーの。バーベキュー中ですのやで、バーベキュー。あ、ウインナーやな、これな。今の。種類までわかる。わかるわかる。後ろにGoogle ストリートビューの車があるんです。え、Google ストリートで寝る？違います、 Google です。 Google ストリート寝たらあかんがな、わし。寝の寝てて。いや、ダメです、歩かんとあかん。いや、違うんです、インターネットの Google です。のストリートマップの、あ、タックルがようルート調べてるやつかいな。あれ、すごい詳しいところまで写真が載ってるんですけど、今そこ通ったんです。ほんま。なので、安野さんがこう、アンギャで歩いてるところが映るかも。カモ、カモちゃんはカイツブリ。あ、そうです、そこじゃない、そこじゃないんです。あ、違うの。はい、ほやけど、なんか時々ほら、あれ、あのナンバーとかモザイク入れてるやん。そうです、はい、足顔に入らへんから大丈夫。大丈夫やと思います。それは、はい、大丈夫やと思います。毎年この辺のビニールハウスが広がっとるね。あ、そうですね、これはブドウ園なんですね、これ。あ、ブドウ園。はい。あ、ビアチュはブドウがあれなの？あ、そうです、ここが南浜のブドウ園。ビワよりも？ビワよりも、あ、そう、あ、そう言われてみればそうですね。なぜそのブドウがっていうのはちょっとわからないですけど。憲法の人とか空手の人とかいっぱい住んでるっていうことでも。いや、そのブドウじゃないです。あ、じゃないの？食べ物のフルーツのブドウです。なるほどな。レガッタしてやろ。レガッタ、レガッタっていうか。ほんまや、レガッタ。今レガッタの後ろの人と目があったもん。ほんま、ほんまですか、目合いました。レガッタの人に目が合いました。結構遠いけど目があった。そうですか。レアやった。あ、レアやった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 。あ、レアやった。もうなんか分かりづらい。いやー、よかった、よかった。身のない会話ですけどね。あいつ腰硬かった。あ、タックルも1個ぐらい出しいな。新人のアルタクも出しいな。よかったですね。あ、そう、かぶった。出ない上に聞いてないっていうこのパターン。もう強くわしから叱責をして叱ったんですよ。はい、叱った。なんて書いてあるの？ワインヌブ。これなんでしょう。なんて書いてあるの？サインヌミ。最後何やんね。おー、謎やな。
はい、麺糸風って何やの。麺風ですね。おふやおふやさん。タックル教養ないのバレるの。タックルのお墓ってわしバレてしまったここカットね。ふうって言うんか。あのわしほら目離れてるやん。はい、部署とかちょっと見えへん時あるんだ。それはどうかと思いますけど。シップ、あれ上に何があるんやろ。あそこから顔出して撮るんじゃ写真。ほんならひんやりするん違うか。なんか、うん、どうなんだ。あの大きさ、安野さんサイズ。そうやな。まあ久しぶりの琵琶湖なんですけれど、うん、やっぱりあのいつ来ても綺麗ですよ、ここは。大したコメントで。いきなり来られて何かあろうか。何もないですよ。いつ見ても綺麗ですね。何を。とりあえず、ね、そういえば久しぶりの琵琶湖みたいな。でもほらやっぱりな、毎日追ってても奥さんに綺麗よとか言うのは大事やもんな。だからいつも思ってても言うことが大事やな。そうです。うん。ピーピー豆なってん違う。なんですか。いや、ピーピー豆。いやいや、ピーピー豆言わへんかった。ピーピー豆、僕初めて聞きましたけど。え、これ吹くやつやん、笛にして。あー、はい、あ、だからピーピー豆って言うんですね。なんて言ってた、タックのところ。特に名前読んでなかったと思います。じゃあなんて言ってた、あれってずっと。あれ、あれ、いや、少しもあれ吹くでって。なんか豆みたいなのアバウトやな。吹いて。これ、吹けない、吹けないですよ。ま、吹けない。大人になってあれやな、はい、ワンちゃんのおしっこかかってるんちゃうかとか、あーそういうこと考えてしまうもんな。そうですね。今日はやなくなったんかな、わしら。この立派なイチョウ、なんか言われやるの違うの、呼んでみて。世界一のイチョウ、2株、うん、南北に並ぶ2株は、もう信号変わして、イチョウでええわ。じゃあ一丁行こうか。はい、よろしくお願いします。今の分かってくれる。分かりました。はい、一丁が下がってる。分かった分かったっていう反応しないと何遍も言うよ。あ、分かりました。こんにちは。こんにちは。あ、アイルさんか、アイルさん。はい、わー、かわいいって。何、カモ。あ、こっちへカモ。あれなんか渡ってる、あれ猿？猿や。さっき有田くんの後ろお猿さん通ったね。うん、きびだんご持っとったらな。あの、いろいろ行くとな、はい、マンホールとかな、はい、あのなんか水道の消火栓みたいなやつ。あー、ありますね、各地に。違うね。はい、はい。何やったの。中へ、そうね、当時さんでしたっけ。あ、そっちか。あ、それでもなく、その方でもなくて。それは中井さん、地の巨人と言われた人やで。党の方でもなくて、うん、巨人ではあるけれどもやな。あと違う巨人やわな。マジで。子供の頃、勉強した。あんましてないですけど。ほんま、もっとガリガリ勉強したらよかったん違う。ガリガリ勉強。ガリガリ版。おうな、勘の悪さ、天下一品。タックル、ほんまにな、プロポーズとかそういう時に、わし相談しや。すごく匂わされてても、タックル全然気づかない。新たくんちなみにわかる。わかるよな。めちゃめちゃわかるよな。いや、僕もわかんない。でも、ダメだこりゃ。でもさっきマンホールは見ました。女の人が映ってるのは覚えてるんですよ。ちゃうで、ちゃうでこれ。女の人ガリバーさんに決まってるやろ。その辺りといえばって言うてたよ、ずっと。それで地の巨人じゃなくて違う巨人やって。もう巨人ってなんかそんな選択肢あんの。前も言うたけど、ガリバーのない怒り覚えるわ。はい、めちゃくちゃ暑いな。ちょっと
かなり暑い。めちゃくちゃ暑い中でクイーズ。はーい。パッパッパッパ。森山市のマンホールは何だったでしょうか。はいはい、森山といえば。森山といえば。暑いから考えてへんやん。あんまりもうちょっと頭回ってないです。生き物。生き物。ホタル。あ、ピンポンピンポン。やったー。盛り上がりなく終わったでこれタックル、道の真ん中にあるこのポツポツのやつってこれ、はい、お湯が出るやつかな。そうです、水が出てきて、融雪の設備ですね、これ。もしくは、道路の床下収納みたいな感じに、いろいろみんな入れてん、違うの。あ、お漬物とか。お漬物とか、うん、あ、でもそれは確かにいっぱい入りそうです。これ違う、これ全部お漬物ってものすごい入るな。今日は空にバーコード雲が綺麗に浮かんでるな。ちょうどバーコードの上ぐらいじゃん。うん、いつかわしバーコード雲やけど星座にもなってみたいな。星座です。やつのおっさん座。点を結んでいくと見事なバーコードが現れるよ、夜空に。あ、顔じゃなくてバーコードです。そう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 、すぐ作れそうです。うん、ロマンチックやね、空見上げながらバーコード。おっさん座が今日は綺麗に見えるわね。キラーン。 あれは寝癖かしら。流れ星や今のはな。まだまだあるよ傑作選。次回に続きます。滋賀トヨペットはおかげさまで創立60周年。語り尽くせないお客様への感謝を胸にこれからも走り続けます。車と次の楽しみを。滋賀トヨペット。おかげさんちゃん。おかげ、おかげ、おかげさんちゃん。おかげ、おかげ、おかげさんちゃん。おかげ、おかげ、おかげ、おかげさんさんさんちゃん。おかげ、おかげ、おかげ、おかげ。おかげ、おかげ、おかげさんちゃん。おかげ、おかげ、おかげさんちゃん。おかげさんちゃんで45周年。紹介してこよう。応援宣言。一緒に働こう。私たちも賛同します。自分らしく働きたい障害者の皆さん、まずは相談で。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ。 YouTube で見てな。